スタートの構えについてです。例えば次の塁に行くとき、まあ今ファーストベースのすぐ近くにいますから、セカンドベースないしはサードベースで、そこに盗塁をしていったときにアウトになってしまう。これは勇気を持ってトライしたことなので、あまり深く考えてみたりないしは反省しすぎるっていうのは、次回の盗塁の機会にまたプレッシャーになってしまうので、まああまりその必要は僕はないと思います。一番良くないのはまず牽制でアウトになってしまう。これはやっぱり選手本人が、反省しなければならない部分ではないかと、いうふうに思っています。もちろんピッチャーも、牽制のランナーをアウトにするために牽制の練習をしているわけですから、ランナーだけに責任があるとは、考えにくいです。なので例えば牽制がとても上手いタイプのピッチャーが、投げていた時に帰塁できる、牽制が来ても帰塁できる確率が高いリードないしは構えっていうのをそれぞれ探していく作業が、必要になります。例えば5歩の方もいれば6歩半の方もいる、極端な話7歩8歩リードを取った方がいい人もいます。まあそれはしっかりと、トレーニング普段の練習の中で探すようにしてください。で次に構えについてなんですけれども、よく最近耳にするのが母子球に置いてという話をよく聞きますけども、実際その母子球に意識を置くっていうのは非常に、意識性として難しいと思う選手も多いのが現状です。例えば母子球に置こうとしすぎるあまり膝が内側に入ってしまったりとか、重心が前に行き過ぎてしまったりとか、そういった部分も、よく見受けられます。なので足の測定面、足の裏の先の方に重心を置いておくっていうのが、まあ、一つの目安に、なると思います。自分自身の体のバランスを司る筋肉、最近言われてますけれども体幹部、この体幹部にしっかりと力を入れてあげた上で、各関節しっかりとゆとり、どうにでも動けるようなゆとりを持って、どこか一箇所に力がギュッと入らない形、これをしっかりと常にニュートラルな状態で構えられるようなトレーニングがそれぞれ必要になると思います。